午後2時、ただいまの気温27度。こちらの水温は24.1度。こちらです。こちらもちょっとだけ食べるかな。こちらは食べに行きます。食べに行きます。今日は風が強いです。食べに行きます。こちらは食べに来てます。こちらも食べに来ます。食べに来てますね。はい、次は、ここはパッと見いるように見えないけど、すごい食べに来てます。白い子です。ちょっとなんか警戒してる。下の方にいるのかな。また後で見ます。こちらはよいしょ、見に来るかな。あれ、なんかあんまり寄ってこないね。警戒してるのかな。だんだんこっち行きました。食べてます。ちょっと動くとすぐ警戒するね。隣行きます。パッと見どこにいるか分かんないね。食べに来るの分かるかな。みんなすごい動いてる。こっち来る。
ご飯だよ。来るかな。もうちっちゃいね、ちっちゃい子の餌なきゃなかんね。よいしょ。わあ、ちょっと待ってね。小さい子用のご飯です、これ。うわ、ちょっと入れすぎたかな。食べてる食べてる。今のこちらの水温は 18.2、 高いですね。ちゃんこがご飯あげると寄ってきます。いっぱい食べに来ます。南の島の可愛いお猿さんはいつでもママと一緒よ。大好きなママと大好きなパパと大好きなバナナを食べるよ。ちっちゃいのでちっちゃいご飯をあげます。こちらのコマ小さいので小さいご飯をあげます。ちょっと待ってね。かわいいお猿さんはダンスがとても大好き。ギターに合わせて太鼓に合わせて楽しいリズムで踊るよ。ズンチャチャチャチャ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 ズンチャ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 涼しい木陰で親指くわえてバナナの夢見て眠るよ。バナナナナ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 バ。食べに来てます。
かわいいお猿さんは木登りがとても上手よ。食べに来てます。バナナの木だってヤシの実の木だって近くにいても逃げません。スルスルスイスに登るよ。花びらの散った梅の木です。梅の実なるかな。今日は風が強いです。パパが笑うよ、がははは。孫と